リーグ戦の模様。赤いシャツがガリソン・アナーズ、黄色がウールパック・ワンダラーズ。シリー諸島フットボールリーグはシリー諸島で開催されるサッカーリーグである。リーグは2つのクラブで構成され、世界最小のサッカーリーグとしてギネス世界記録に認定されている。シリー諸島では1920年代よりセントメアリーズ島、トレスコ島、ブライア島、 セントアグネス島の対抗戦として、ライオネス・インター・アイランド・カップという大会が開催されていた。1950年代に入ると参加チームは2つまで、ヘリ、レンジャーズとローバーズの2クラブによる対抗戦となった。2つのクラブは1984年に、ガリソン・ガナーズ、ウールパック・ワンダラーズと名前を変え、現在に至っている。 シリー諸島のシーズンは他の欧州サッカーリーグ同様にチャリティシールドで幕を上げる。ガリソン、ガナーズとウールパックワンダラーズのメンバーはシーズン前に行われるパブでの会合によって決定され、この2クラブが毎週日曜17回戦を行いタイトルを争う。リーグ戦は例年11月半ばに開幕し、翌年の3月に全日程を終了する。 通常のリーグ戦の他に、ホールセラーズカップ、ホアデッキカップの2つのカップ戦がある。カップ戦は、ホームアウェイの2試合で争われるが、グラウンドは1つしかないためにアウェイポイントの概念は存在しない。これらすべての試合は、セントメアリーズ島のガリソンフットボールグラウンドで開催される。この他、ボクシングデーには、追いぼれたい噴火器による特別試合が開催される。 ありがとうございます。